ございます。今日はブリヂストンさんの新作発表会にやってきました。ブリヂストンさんといえばこの間 JGR のクラブのやつをやりましたが、なんと新しく今回ツアー B の X シリーズが発売されます。では早速行ってみましょう。今回新作で発表されたツアー B、 なんかかっこいいですね。あの JGR の黄色とはまた違うブルーの感じですね。なんか全部ブルー、アイアンもシャープなかっこいい感じですね。はい、ブリヂストンの家村さんにこう新作で発売されたツアー B について説明をしてもらおう、はい、よろしくお願いします。発表されたばかりのクラブ、はい、ツアー B ですね、ツアー B ですね、はい、発売は9月の14日を予定してます、はい、今回ですね、はい、ツアー B の XD3 というドライバーなんですけれども、一番のポイントはですねクラウンですね。クラウン、はい、こちらの部分なんですけれども線が入ってるんですけれども、はいはい、これをちょっと我々はい筋金と呼んでます、はい、あの実は、はい、ここはカーボンなんですけれども、うんうん、カーボンに金属源を入れることで、じゃあこれはただ絵で描いてあるんじゃなくて、はい、ではなく、はい、入ってるんですか？実際に金属が、金属の線が入ってるんですね。この金属源を入れることによって、まあ、イメージ、あの弓矢をちょっとイメージしていただけると分かりやすいかなと思うんですけど、ここはボールがこう当たった時にこうたわみますよね、うん、たわんだのがこう戻りやすい、こうグーッとなって弾く感じですかね。それの効果を得られるのがこの金属源が入っている、はい、意味ですね。ですごくこう初速が速くなる、はい、イメージですね。はい、じゃあ結構飛びに特化したクラブになるんですか？そうですね、はい、飛びのエネルギーをしっかりとこう伝えてあげられるで、非常にこう低スピンで強い球が出るようなドライバーになってます。他にはなんかこう変わった点っていうのはあるんですか？そうです、他にはあの我々あのブリヂストンの飛びの考え方としてやっぱりこのソール側、こっち側を固めてあげて、固めてあげることによって力があの上の方に集中しやすいっていう、固めるっていうのは剛性を高めるっていうんですけど、まあ、固くするっていうことですかね。なのでこちら側を固くすることによって当たった時にこう上側がこう柔らかくなって、下はあんまりグンってならない。あ、そうそうですね。こちらもそのこれ T 型になってるんですけど、これ T リブって呼んでまして、こちらによってしっかりとこのソール側を固くしてあげる、でこちらの部分をしっかりたわみやすくしてあげるっていうテクノロジーになってます。はい、なんか JGR と比べると、はい、まあ、こっちに今 JGR があるんで、はい、この2つの違いというかこう使う人にどういう、どう選んだらいいのかみたいなのをちょっと聞きたくて、はい、そうですね、どちらかというと、JGR の方はもう少しあの打ち出しを高くしてあげる、球が少し、はい、球が少し低くてちょっと飛距離がロスされてる方っていうのもやっぱり結構いらっしゃるので、球を高くしてあげて、でそのキャリー、そうですね、キャリーを出してあげるっていうのと、あとあのしっかりと捕まる、球があの右に行かないような設計になってますので、まあ、どちらかというとあのオートマチックにこう振ってしっかり球を捕まえてあげて飛距離を出してあげるっていうのが JGR ですね。でこちらの X の方はもう少しその、打ち出しを高くっていうよりはしっかりと前に強い球が出るように。じゃあヘッドスピードがある方とかは結構、そうですね、筋金入りっていうのはフェアウェイウッドとかにも、あ、そうですね、こちらすごい、はい、筋金が入っております。すごい、じゃあもしかしてこれは入ってない？は、そうですね、アイアン寄りですもんね。そうですね、どちらかというとアイアンの流れで打っていただきたい、まあ、あの飛ばすっていうよりはこう狙ってそうです、ね、コントロールするモデルなので筋金は入ってないんですが、フェアウェイだとドライバーまでは飛びに特化した筋金が入っております。今回はフルモデルチェンジということ で、はい、でね、まあ、アイアンもアイアン3種類もあるんですけど、はい、3種類です。ただこちらのもの XBL というモデルなんですけど、こちらはちょっと限定的に1200セット限定で発売させていただくんですが、
あのこれ何かっていうとあのブレード型、あのいわゆるマッスルバッグっていうこちらですね。難しいやつ。そうですね、ちょっと難しい薄いやつですね、まあ、ちっちゃめの、はい、やつ。あ、これはだいぶ、これ JGR。 そうですね、 JGR の9番と XBL のマッスルバッグの9番。もうやっぱ最近はどんどんこのソールの分厚くなっていく、はい、モデルが増えてきて、アイアンも飛びに特化してるもの多いですよね。それと比べたらだいぶ当たるのかな、真ん中にっていうぐらいちっちゃい。真ん中にちゃんと当てれるかな。真ん中に当たるとやっぱりすごく打感が詰まってるので、はい、くっと柔らかい打感でいると思います。はいはい、こっちはあのこういう形がちょっと違うんです。これ同じモデルで、いわゆるこういったハーフキャビティっていうものと、あと全部こう詰まってるものとの コンボって呼んでるんですけれども、8番から89P はこういった形、567はこういったハーフキャビティっていう、これの組み合わせになっています。こちらが XCB という形ですね。もう少しあのこの中がくり抜かれてもちょっと優しさは出てくる、あのさっきの BL に比べたら少し優しさは出てるんですけど、あの多くのプロが今も使ってて、ほとんど男子プロも、あと女子だと渡辺彩香プロも使っているモデルです。でかなりそのコントロールがしやすいモデルにはなってます。こちらがメインとなるんですけれども、XCBP ということで、ちょっとあのポケットになってます。少し空洞が出ているので、その分あの球が少し上がりやすいモデルになっています。という違いのサンズ。そうですね。はい。これも新しくリニューアルされたウェッジ。ウェッジは2タイプで、ちょっと形が違います。こちらの、そうですね。こっちの XW2 という方がちょっと丸っぽい、あの若干こう、なんていうんですか、安心感があるようなタイプで、こちらの XW1 の方が少しシャープで、あのどちらかというとソールのここの形状もちょっと違うんですけれども、こう開いたり閉じたり、まあ、いろんな使い方ができるようなウェッジがこちらですね。結構丸い。そうですね。あ、結構もうすごい新しい形、クジラみたい。ないような形ですかね、今。だからね、ここが丸いのはあるけど、ね、こういう丸さはあんまないですよね。そうですね。すごい。2と1。1、はい。はい。これはでも、まあ、かなりスピンもやっぱり、はい、かかりますね。細かい溝と溝の間に実はまだ溝が掘ってあるんですよ。へぇ、はい、ね、4本入ってます、はい、めっちゃ入ってる。入ってます。はい、へぇ、はい、すごくスピンがかかるタイプです。ほんとフルチェンジですね。そうですね、フルモデルチェンジですね。もういつもやっぱこういう感じで全部、そうですね、チェンジです。はい、2年に1度のサイクルでやらせていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。冷たいグローブ、ブリジストンから出てる。これ振っていただくと、え、もうなんか入れただけでなんか違いますよ。あのなんかひんやりマットの中で寝てる感覚。はい、すごい夏に咲いてひんやりグローブ。あえて濡らしてるんですか。あえて濡らしてます。濡らすことで、でもつるんってならない。人工皮革って濡らすと逆にグリップ力が高まるんですよ。へー、 SR SR気はするんですけど、この 線が構えた時にさーってなってるから、はいはい、すごくこう、あ、見切れてんなとか、あ、ちょっとこうなってんなとか分かりやすいですね。こっちまであるから。そうです、構えやすい、はい、構えた時に気にならないように、うん、自然と構えられるようにというところは意識して作ってます。
最後。頑張ってくる。でもやっぱり低いよね。まあでもさっきより全然打ち出しは高いので、まあ、その分飛距離は伸びてます。ヘッドは体積的にはそんな大きい方じゃないですかね。でも460あるので、まあ、ただそんなに大きくは見せない。ね、なんかそんな大きく見えないですね。はい、なんか構えた感じ、そんな感じでした。結構やっぱ大きく見えるようなのが多いじゃないですか今。なんかこういうボテッとした感じがないんで、すごく振り抜きやすいかなと思います。なんかこれもちょっと重いかもしれない。なくて、うん、いい感じです。重いのに、はい、重いともっとダフるんだけど、こう重く、ね、ないバージョンをね、今度はね、振りたいな。これ全然滑らなかった。ひんやりしたまま、ひんやりグローブ、夏にぴったりです。ありがとう。ブリヂストンさんの靴、スパイクも結構一押しなんですよね。そうですね、はい、このね、タイヤのね、技術を利用したスパイク、このね、後ろのここにタイヤみたいですね。そうですね、タイヤのパターンを、あ、まあ、モトクロスタイヤなんですけど、モトクロスタイヤのパターン、なんかしっかりしてますね。そうです、かなり重さ的には少し重ためで、しっかりとプロも履けるような。へー。これが今売っているモデルで、こちらが新しく9月の14日から発売する新しいバイターシリーズ。新しいバイターシリーズ、はい、ツアービーゼロスパイクバイター。ちょっと長いんですけど、ツアービーゼロスパイクバイターツアー、斜面でどういう風になるかっていう、少し新しいものですね。はい、行きます。あ、滑ってきた。ちょっとこちらがやっぱ粘ってしっかりグリップする感じです。あ、本当だ。これ私がやってもできますか？はい、もちろん。わからない、これはもしかしたらブリヂストンさんしかできないですかもしれない。傘で大きさがちょっと、はい、履き心地。全然違う。だってもう早いもん。早くから斜めに行き始めてる。はい、そうですね。脱落。頑張ってる。結構大きいです。まだ頑張ってる。すごい。っていうか普通にこんなことできるんですね。そうですね。面白い。このモデルよりもグリップ力が 20% ぐらい。その秘密は何なんですか？この秘密は特にここの部分ですね。こちらの部分、ここがやっぱりスイング中に一番力がかかる。親指？あ、そうですね。親指、まあ、母子球ぐらいですかね。これ、はい、山形のマウンテンブロックと呼んでるんですけど、違いますね。はい、こう密度を荒くしているので、しっかりとこの間に芝が挟まるんですね。なので、しっかり地面を掴んでグリップできる。ここが一番大きい。ありがとうございます。面白かった。面白かった。はい、今回打ったブリヂストンさんのツアー B-X シリーズシダは8月8日からできます。皆さん店頭にぜひ足を運んでみてください。筋金入りがポイントです。なんかこう構えた感じ、線が見えるので、ぜひそれで距離アップしてみてください。バイバーイ。